今回のテーマはチャージについて。無駄なく効率的にチャージできるコツをお伝えしたいと思います。チャージ方法は、腕のデバイスを床と垂直にします。しかしこの垂直を保つことは意外と難しく、腕を戻しすぎたり脇が開いてしまいます。それでは実際の失敗例を見てみましょう。このようにエナジーボールを打つことに集中してしまい、腕を戻しすぎることがあります。また避けることに集中すると、体と腕が離れやすく脇が開いてしまいます。こうしたチャージミスを防ぐためには、腕を下げて体と肘を近づけておくのが良いでしょう。チャージは波動の基本です。少しでも多くのエナジーボールを打つために、フォームを意識して行いましょう。